さあ共通テストリスニング対策講座になりますね。そうです。英語リスニングになりますが、やっていきたいと思います。扱うのは思考テストの問題になりますが、多分リスニングってね、あんまりやったことないとか、どういう対策をしたらいいのかよくわかんないっていう人も多いと思いますので、ね、読みの試験受けまくってる私がですね、どういった感じでやっていくのかっていうのをね、見せていきたいかなと思いますね。今回扱うのは第1問なんですが、すごく簡単なところなんですよ。しかも2回も流れますからね、簡単なんですけども、ここから学べることはたくさんあります。これからどういった勉強をしていくのかっていうのをね、 知っておくのにすごく役立つところなので、その辺のこともきちんと話していきたいと思いますね。まさにちょうどね。昨日東大英語を教えてきたところなんですけど、リスニングでね。そういったものにも役立つような要素が実はたくさん入ってます。では見ていきたいと思いますね。第1問第1問 A と b の2つに分かれていると、第1問 a は問1から問4までの4問。それぞれの問いについて聞こえてくる。英文のうち、最も近い意味のものを4つの選択肢。1から4のうちから1つずつ選びなさいと音声は2回流します。まあ、すごく簡単なんでこの便宜上ね。1回だけ流しますけどもまあ、やっていきましょう、えー、まず問1。 では音声を流します <number> cookies,、nice. さあまあねこれね短いですし十分読む時間もあると思うんですけどもコツがあるんですよこういったコツねあんまり意識したことないと思うんですけど実はですね共通部分をカットするっていうのがリスニングの選択肢がこういうふうに並んでるところのコツなんですよ今回は「The Speaker」っていうのが全て同じじゃないですかだからこういうの読んでちゃダメです非常に時間がももっったいないなとと言うと the speaker ンツみたいなの同じなわけですよ。これをだからいちいち The speaker does not want anything.The speaker wants p o s t e ってやったら時間の無駄ですね。非常に時間がもったいないですから、こういったもの、この共通部分を無視して読むっていうのをできるようにしておいてください。そうするとですね、not anything 何もいらねえ。 てぃ、クッキー、クッキー、ティーって言って情報めちゃめちゃ少ないですね。こういうふうに選択肢の情報をそぎ落とすっていうのが実はリスニングの問題の鍵になりますね。こうやってやることによってすぐに選択肢を読むこともできるし、頭の中に残すこともできるようになるんですね。これが実はコツなんですね。で、はい、t r a n s c r i p を見てみますね。I've had enough cookies, thanks.、ねはい、クッキーもう十分だよ。もう十分食った。thanks.

キーはいらないだから答えは4番っていう風になるわけですねこういう風にね消去法でやっていくっていうのもすごく大事なやり方なのでこれは簡単な問題だから一発で積極法でバンと答え出せるんですけども難しい問題になってくるとこれが非常に役立ってきますのでこういった考え方も忘れないようにしてくださいそしてですねこの問題でですねあなたは一体どういう力が通れてるのかっていうのもね気になるところではあると思うんですけども,もちろんね文の意味が分かってるかっていうのをチェックしてるわけなんですけどもこれね状況がちゃんと浮かんでるかってことなんですよえどういうことかっていうと今まで日本語訳にお聞か ていろいろやってきましたよねでもそれじゃあね4技能試験ってねあまり嬉しくないわけですよ英語を英語で理解してほしいとかってねよく言われるじゃないですかそう英語を英語で理解してどう,いうこうつったら英語でその状況がわかるってことなんですよだからもうもうクッい,いっすもういらないっすもうちょっとちょっと紅茶もらおうかなっていうその場面が頭の中に浮かんでるからですねそうするとあ ティーは欲しいけどクッキーはいらないんだっていうのがこの頭の中にこう映像化されてるからですね,ねそこを見たいんですよこれってねこの力がないとリスニングってできないんですよいちいち英語を日本語に訳していったらそれリスニングできないですからねはいということなんですじゃあこれでもうねやり方わかりましたねはい2つ目それでは聞いてみましょう q u e s t <number> i o No.2I'd love to go to your birthday party tomorrow but I have a lot of work to do はい。できましたかえ今回もほら、the speaker 全部同じですね。こんなのをね、ズバッと切ってやりますね。party いけないですね。はい。party いけない。1個目。2つ目は、仕事ない。まあ、tomorrow まで入れられるんだったらですね。明日仕事ない、ね。別の party 行きます。バースデー明日。っていう風に情報送創業とします。もちろん今回の問題はこんなことやらなくても解けますけど、こういう訓練をしておくといろんなところで役立ちます。で、見てみると、I'd love to go to your birthday party tomorrow。明日 birthday party 行きたい。 But でもね、I have a lot of work to do たくさんやんなきゃいけない仕事とか宿題とかがあるんだよって言ってますね。そう、パーティー行きたいんだけど、これ行けないってことじゃないですか。だから答えは一番っていうことですね。こういうふうに状況が浮かぶかっていうのと、そしてこの意図ですね。話し手がんでそれを発言してるのかっていうね、これめちゃくちゃトイックが好きなっていうか、トイックがめちゃくちゃ問うところなんですよ。そう、4期の試験でね、これ発言の意図とかっていうのをね、問いたがるんですよ。だから こうやって解けるかっていうのがね、重要になってくるわけなんですね。で、さらには引っ掛ける選択肢っていうのは、このやっぱり本文中にこの出てきたね、表現っていうのが引っ掛けに出てくる。これもやっぱりね、きちんと分かってるかどうかを聞きたいんですよ。やっぱり内容がね、分かってない人っていうのはね、ああ、この表現聞こえた、あ、バーって聞こえたとかっていうので、聞こえた表現を選びたくなっちゃうんですよ。これは東大のリスニングでも同じですからね、基本中の基本なんですよ。まあ自分自身がね、フランス語のテストを受けた時、そうでしたから。何言ってるか分かんない。 でも何かこの表現聞こえたなだから選んじゃいたくなるっていうのはねすごくよく分かりますはい続いて第3問いきます question number3It started raining after school since Juneko had no umbrella she ran home in the rain さあ分かりましたかねはい Juneko は全部同じですからはい無視して got wet in the rain と書いてあるからはいこれ濡れちゃってる次原に、ね、アンブレラアンブレラ持ってる ran to school in the rain、はい got 学校に走ってってる。でステイラーホーム家にいるですね。家だけ入れときゃいいでしょう。あインザレイン三と一共通してる。で雨でみると、It、started raining after school はいね放課後雨降り始めたよ。since june had n umbrella はいアンブレラ持ってないから she ran home in t ですね。家に帰ってるわけですからね。だから学校に走ってってるこれ引っ掛けですからね。go home ほら家に帰るじゃないですか。run home で家に走って帰ってるわけですから。はい、ということでアンブレラを持ってないですよね。持ってないし学校 こに走ってっていいいるわわけけででででももなな家たすはいだから答えは一番だっていうふうに分かりますねこれもやっぱり状況が浮かぶかどうかじゃないですか雨が降っててあ傘持ってないよ <laughs> 走って帰るかどうわっていうのがちゃんと場面として浮かんでるかどうかっていうのがポイントだったわけなんですねはい次 Question number f o u 4To become an English teacher I won't have to study abroad but I will have to study hard はい、the speaker は全部共通ですね。はい、無視しますね。ドワンと。で、english teacher であると最初は。で、次が、must study だから、はい、一生懸命勉強しなきゃいけない。たくさん勉強しなきゃいけない。necessary outside of Japan ですから、はい、study は同じですけども、はい、日本の外って言ってますね。 次が Teaches English Abroad。ねはい、これ、まあ、あと日本の外、海外とまあ同じようなことなんですが、Teach であるとこっちはね、海外で英語を教えるっていうのが情報としてありますね。まあ、被ってるところにですね、English, English, Study, Study, Outside of Japan, Abroad とかね、そうこういう風に情報を整理してね、記憶の中に留めるっていうのもコツなんですね。で、見てみると、t o b e c o m e an English teacher.English teacher に English teacher なるためにって言ってるので、まだなってないんですね、English teacher にはね。だから1が消えるでしょ。I won't have to study abroad。海外で勉強する必要はないと言ってますから、だから3が矛盾してる。But I will have hard to study hard. ですね一生懸命やらなきゃいけないって言ってますのではい2番が正解ですねこの「h a v e t o のところを must と言い換えてますねやはり言い換えもも基本ですねもうリスニングで言い換えを解いたり、日本語訳じゃなくてきちんと別の表現で言い換えられてるものを見抜くことによってあなたがその単語とか表現を理解しているかどうかっていうのを確かめるわけなんですよね。はいということでした状況を浮かぶ情報を整理する言い換えを見抜くこれら全部4技能試験のね英語のリスニングにおいてはすごく大事なところなんですよだからそういったことができるかっていうのを確かめてるテストなんですよね。 そして B っていうのは3もあってそれぞれの問いで聞こえてくる英文の中に最も近い A をほら状況がまさに浮かぶかどうかっていうのはこれですよねだから状況を表しているものを選びなさいっていうことによってあなたは状況が分かってるか英文から日本語訳ではなく状況が分かるかっていうのを聞いてるわけですね早速行ってみましょう He got a phone call from Joe as soon as he arrived home from the library さあわかりましたね。絵としては、まあ共通点もこれもまた多いですよね。はい。ライブラリーから家に着いてるところ。家からライブラリーに着いてるところ。ライブラリーから出るところ。家から出るところ。はい。情報としては少ないですね。共通してるものがものすごく多いですよね。He got a phone call from Joe as soon as he arrived home from the library.Joe からフォンコール。電話が来たはい。すべて同じだから関係ないですね。As soon as he arrived home。家に着いた。 from the library the ライブラリーから家に着いた時にもう着いたらすぐにって言ってるからはい答えは1だっていうふうに分かるわけですね簡単ですねまず多分皆さんが当然聞こえてるっていう前提ですからねこれねまず表現知らないあずすんあず何々したらすぐにも知らないんですとかっていうんだったらまずは表現を覚えなきゃいけないですからね当たり前ですけどリスニングはそこからです単語や表現を覚えてないって言ったらそれは話にならない知ってる表現は聞こえるんですよ私がこれだけ早口でしったってあなたたち聞き取れてるわけでしょっていうことはそれは私の使ってる日本語の表現を知ってるからなわけですね同じようにやっぱり英語も表現知らないと話にならない。 なかまずはそそここからでですその後でこういっっったコツってていいいいうのを知っといてくださいはい、では2問目いってみましょう。Right、now, はいわかりましたかね。これもね、共通点が多いじゃないですか。レイクのところこれフィッシングしてる。餌がないかなこれね。餌がない。リラックスみたいなね。これ邪魔になりますね。これ <laughs> で、フィッシングのことを考えている。忙しい忙しい仕事してるフィッシングしたいよ。かなんかですかね。はい、こうやってですね。Right now she's too busy to go to the lake and fish. Right now まさに今ってやつね now よりも本当に今って感じですね。Right now. She's too busy to hide.、はい、トゥートゥーコーボですね。狙われやすいですね。とても何々なんでなんとかできないですよね。忙しすぎて、レイクに行ってフィッシュ、フィッシングできないってことを言ってるわけですね。あ、これ大丈夫ですね。レイクに行って魚に行くじゃないですか。これね。動詞のフィッシュですね。はい。フィッシングできない。だから、忙しくてできないのは4番ですね。ほら。 やっぱり状況を思い浮かべるっていうのが重要なわけですよ。英文を聞いてきちんとその状況が頭に思い浮かべられるかっていうのがポイントなわけですね。そして to to 構文っていうこのね表現ちゃんと知ってるかっていうのも聞きたかったわけですね。聞こえている単語だけであレイクだとかであフィッシュだとかって選んじゃいけないわけですよね。はいそれでは最後の問題いきましょう。Three. When the boy entered the classroom, the teacher had already started the lesson. ま,すね、まあクラスルーム全て共通してるわけですけどねこのティーチャーとボーイのやってることが違いますよねそうですこの選択肢の中でさっきからいろいろ違った部分に注目してるじゃないですかこれはいボーイと一緒に入ってきてるボーイだけすげえ顔で出てってますね <laughs> 俺らやってられるかみたいな、ね、不良なんでしょうかねこっちはボーイが入ってきたはいこっちは祖くさと先生と一緒にお前出てけっつったんですかねこれ足から空気が出てるみたいになってますけどそうすると「when the boy entered the classroom」はいエンタしてますかね入ってるんですよ ティーチャーはすでにレッスンを始まっていた過去完了ですから入るよりも前の時間というのを表しているんでしょうけどまず入ってきているでこの2つに絞られるわけじゃないですか2と4が消えるとそして先生はすでに授業をしてただからこの 3になるわけですねこの絵の問題ねえ他の英語の試験でもそうなんですけど消去法で削るとか、まあ、特にティープとか受ける人ですねこれとっても大事になりますので消去法でこうやって削っていけるようにするっていうのがコツになりますね。はいまあ、もちろんすごい簡単だったと思うんですけどもこうやって解くコツっていうのはたくさんありますリスニングには山ほどコツがあるただあまり教わってない人が多いですね、まあ、自分自身はたくさん勉強したのでリスニングに関しては、ま、対策をいっぱい練ってきましたでもやっぱり大学入試においてはやっぱ4技能よりもはるかに遅れているのでリスニングの対策 とかねこれあんま知らない人が多いと思うんですけども問題自体は簡単だと思いますがはい何かしら得られるものあったと思うのでぜひぜひねこれからね共通テストやるときにこれをね参考にして実践してみてください、はい、この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします というこ始まりました共通テストリスニング対策第2項行ってみましょうね今回は試行調査の第2問を扱いますねはい第2問は問1から問4までの4問ですとそれぞれの問について対話の場面が日本語で書かれています対話とそれについての問いを聞きその答えとして最も適切なものを4つの選択肢1から4の1から1つずつ選びなさいとはい音声は2回流れますという形になっておりますねはい今回はですね A ですねえまあ、前回のね動画見てない方はねぜひ見てほしいんですけどもこの流れてきた音声と その場面がね、ちゃんと一致するかどうかっていうものなわけなんですが、その中でもね、今回はまたちょっとね、難しい力が問われてますので、さあやっていきましょう。今でクリスマスツリーの置き場所について話をしていますとですね、どこにクリスマスツリーを置くのかっていうね、そういう話になっています。はい、これのためにね、買いましたよ。はい、こんな大きさだったとはね、非常に微妙な大きさでした。それでは聞いてみましょう。Question No.1 <number> How about there? Near the bookshelf? I'd prefer it by the window. Okay. Right here, then? No, that's too close to the TV. I think the other corner would be better. Question Where does the woman want to put the Christmas tree? はいまあこんなんね、説問聞き取れなくてもね、絶対クリスマスツリーの置決まってたから、どこ置くかっていうのがね、問われるに決まってるわけですよ。こんなんね、いっぱい出てくるからの、リスニングの問題でね。そうやっぱりこの配置がわかるとかっていうのはね、しょっちゅう出てくるわけですよ。自分自身もね、リスニングの授業でこういうのやったことがあるんで、どこに置くかっていうね、アクティビティとかいろいろあるんですよ。では、はい、見てみますね。なんて言ってたか、おもちゃま How about there? そこどうって言ってですね Near the bookshelf、ねはい、ブックシャーフのそばどうって言って i prefer it by the window 前回もやったんですけど消去法をうまく使っていきましょうね、はい、Near the bookshelf にって言ったんだけど i prefer it by the window っていう風うに窓のそばがいいと言ってるのでブックシャーフがあってブックシャーフのそばはダメなんで消えますね三と四を消します ほら消去法を使っていくんでしょね覚えてますね特に絵とかが出た場合はきちんと消去で削っていくこれ大事ですねまあこの配置の問題とかね TOEIC とかでも出てくるんですからねぜひねまあできるようにしておきましょうで1か2に絞られるわけですよ窓の相伐は1か2なんですね <laughs> OK right here then じゃあここって言ってねはい場面を浮かべてくださいね No that's too close to the TV テレビに近すぎるよ I think the other corner would be better the other ですねもう一つの方のコーナーの方がいいよって言ってますからテレビに近す 次のはダメなんですよ1はダメなわけでしょテレビに近いからはいということでテレビに近くないコーナー2が正解ということになりますねこれじゃダメですねこれまさに今ここにあるのでだここはダメなところなのにあれあれあれ え、曲げちった。ここここはダメなとろういうふうにきちんとね消去法を使っていくと正解にたどり着くことができます。で配置っていうのはですねこれトイックやる時とかもそうなんですけどもまあランドマークって言ったりするんですけどその基準となるで、ね、何かについて話してくれますから例えば今回であれば「ブックシ s フ、そして「ウェンド e そして「t v ですよね、はい。今回は出てこなかったですけど「ソファーとか。 まあカウチってね、言ったりもしますけど、アメリカ英語では、それとか、ドアとかで、それを基準に場所を教えてくれる、そういったヒントを聞き取ろうという風にすることがすごく大事になりますね。これ、まあ、トイックでね、非常に重要になってくる考え方なんですよね。こういう考え方、きちんとしおきましょう。自分でアウトプットする側ですね、ライティングだったり、スピーキングだったりで重要になってくるのは、やはり前置詞ですね。この near とか by とか close to ですね、この場所を表す表現たちですよね。こういうものが非常に好きですね。第二言語を勉強するときにおいて、すごく大事なんですよ。だから、こういうのがいっぱい出てきます。 こういうのもね、知っておきました。で、right here! で、これ右って意味の right じゃないですかね。ここっていうね、そ、so、う right and front of なんていうのはね、間向かいですからね。右前じゃないですかね。こういうのが通れたりすることもあるので、押さえておきましょう。はい、では第二問目。Question number 2. Will it be warm next week? It should be cold at first. Then get warmer. I heard it'll be sunny though, right? でこれもですね前回言ったのを覚えてますかね選択肢の共通点や相違点です、ね、そういったところを気にしましょうって言ったの覚えてますかはいで違いを見てみるとですねマンデー・テュースデー・ワンスデーの天気はべて同じですよね 違いがあるところは、Thursday、Friday の天気が曇り雨になってるか、雨曇りになってるかの2パターンであると。その他の違いは、温度が下がっているのか、 温度が上がっているのかっていうこの2つの違いがありますね。だからこの違っている点を聞き取るんだっていうのを意識しながらやっていくわけです。これティープとかでも非常に大事になりますね。ティープの、ね、グラフの問題とかね。解けないっていう人がすごく多いんですけども、こういうところを意識してやってみるといいですね。はい、じゃ見てみましょうね。Will it be warm next week? っていう形で。あったかいって言って。It should be cold at first。はい、最初は cold である t h e n get warmer. その後であったかい。 暖かくなるよっていう風に言ってますねアットフォースっていうのは、ね、最初はこうだけど後々変わるとか変わったっていう時に使う表現ですねコールドからあったかいんだからに変わるやつですから これですね。なんで、1と2が消えると。で、I heard it'll be sunny though, right? はい、福島道ね、なんとかだけど、みたいなね。でしょ天気晴れでしょって言って。Yes, except for rain on Thursday and the clouds on Friday.Thursday 雨で、Friday 曇りの3番が正解ですね。4番は Thursday 曇りで、Friday 雨ですからね。わざわざで、ね、クエスチョン聞かなくて、Which is the correct weather forecast? ただし、天気予報はどれでしょうっていうのもね、知らなくても答えを出すことはできたでしょう。うこういうふうに情報の相違点ね。 異なっってててていいいるとところにきちんと注目して消去法を使って解いていくはいここここれがが基本にななりまますすかららういいいい、ったこととをを意識しし問題解いていくことをお勧めしますねはい、それでは次の問題いってみましょう。Question No.3:What <number> was the name of the animal with the small ears?The one with the long tail?No, the short-tailed one.Question、oh, e yeah,、with、the Oh long o with n s which animal are the animal talking are speakers about? はい、聞いておりましたかいろんなアニマルが出てきてますけど、そうですね、さまざまな特徴を言ってましたよね。やはりその特徴の相違点というところをね、聞いていけばいいわけなんですよ。ずっとね、この2番見たことあるんだけど、この名前がわかんないでし、エレファントだよね、これね。ミキャットだよね、多分ね、これね。これはバックバックって何テイパー。 とかだっけこれがわかんないなんだか。見たことあるけど、なんて名前のものか知らない。<laughs> はい、で、も見ていきますね。What was the name of the animal with the small ears? はい、small ears だって言ってますね。耳がちっこいと言ってるので、この時点ではい、ゾウさんが。<laughs> はい、こういうふうに、ね、条件を聞いて、証拠でやっていきます。The one with the long t a i l ですね。はい、尻尾が長いやつって言ってますね。そうすると、No, the short tailed one. 尻尾が短いです。だから、尻尾が長いミーアキャットが、チッッってなるわけですね。そもそも2番の謎のキャラには、尻尾すら見えてないですね。で、4番のバックは確かに短い尻尾がありますね。Or, yeah, with the long nose.、ね、はい、long nose ってきてるから、2に long nose はないので、チッコッってことで答えは4になるんですね。最後の long nose だけでね、1とかで選んじゃダメですからね。最初に消えてなきゃいけないですからね、エレファントは。Question: Which animal are the speakers talking about? まあ、Question number four. This place is famous for its roller coaster. Oh no. I don't like fast rides. Well then, let's try this. Actually, I'm afraid of heights too. Question. Which is the best ride for the man to try? この問題ですね、正答率がすごく低かったんですよ。最初の3つはかなりの正答率だったんですけども、これが確か50何パーセントなんだよね。確かに難しいですね。条件を削っていくときに、え って思うのがスイングライドですね。そうそう,そうあの、このブランコか、日本語だと。えブランコスイングって言いますかね、これね、スイングライドでしょ。で、ゴーカートは同じですね、日本語でもね。で、日本だとこれメリーホーランドか、メリーゴーランドですけど、アメリカではールって言いますね。カルーセルだっけ、日本語だと言うところの。ランダバウトともイギリスでは言うらしいんですけど、4番がフェアスウィール、ね、アメリカで言うと、イギリスだとビッグウィールって言ってね、そうアメリカ行った時にビッグウィールって言って通じなかったのを今でも覚えてますね。辞書に載ってて、そうやって習ったんだけどつっ,ったのがいや、言わない。 作った人でしたっけフェアレスビールド ってていう,ふうに言われたの今でも覚えてますすかららででそれらを言ってないですねまあ3番もそうでしたけど条件戦ですねまたねはい「This place is famous for its roller coaster ね」ねはい「Be famous for」ですね何とかで有名だよっていう表現「Roller coaster」ーーっていうのがまあ日本語のジェットコースターにあたるやつですねはいまず条件出てきました「速いライズが嫌いだ」って言ってるのでこれで2とか1を切れってことなんでしょうけどまあ難しいね人によるよねこの1ね速いと感じるか感じないかは人にもよる よるんじゃないのってちょっと思ったしにも早いか速くないかは人によるんじゃないのって思ったけどまあここビュンっていう線出てるからね早いってことを強調してるんですよねまあ子供の時はねこれね全然大丈夫だったんですけど今は公式表示になっちゃったから無理なんだよね well then let's try this ねじゃあこれにしよう actually I'm afraid of height s too ですね高いとこもダメなんだっつってるから おそらく4を指さしてフェアリスビールを指して言ってるんでしょうけど高いところがダメだから公職局長だから4がダメってことなんでしょうねまあもしかしたら1を指してたかもしんないですけどでもこれも高いからどっちにしろダメですねだから条件の中で残っているのは、はいこのところのサイメリーゴーランドに乗るんですね Which is the best ride for the man to try 男性が乗るのに一番いいライドっていうんですよそうそう乗り物のことねはどれかって言ってこれを選ぶって問題ですねまあ私公職局長ですけどアメリカでジェットコースターは克服しましたなんでかっつったら 昔ルームメイトたちに会いにアメリカに行った時に怖いローラーコースターしかないところがあるんですよカリフォルニアにそこに連れてかれたんですよ。で今日は7つ乗るって言われたんですね。 大嫌いだし、ローラーラコースターででで、も7つ乗るんですよで1個目乗ってもう怖くて怖くてしょうがなかったもうカリフォルニアの中でも恐ろしいやつだらけなんでこれをずっと恐れてたらもう話にならんと、まあ、その後乗るやつとかね立って乗るやつとかなんかスーパーマンみたいな格好でもう足場なしで行くやつとか後ろ向きでぐるぐる回されるやつとかこう90度でフィーンって行ってさらに90度で逆さまで戻ってくるやつとかね。で、その時にもう怖がっっててちゃ無理やと思って ししました怖がってたらこんな拉致が開かないだから怖がらないようにしようともう大丈夫になりましたそれからどこの国行ってもローラーコースター乗れるようになりますねまあ UAE 行って世界一速いやつとか乗っても全然大丈夫ですし,し怖がらないときめたら大丈夫ですねまあそれでも公式要症なんでスカイダイビングとかバンジージャンパーめちゃめちゃ怖かったんですけど公式要症ねよく言うんですけどまあ英語でアクロフォービアっていう単語あるんですけど結構知らないですね一般の人ね通じないことが結構あったんですけどまあよく言ってたのは「I'm scared of heights」って言ってたね、so scared. 名詞で使うときは「fear of heights」なんていうふうにね使うことできるんですけどこの「I'm scared of heights」こうやって言えって言われてましたね。まあフォービアなんかを恐れることですね。ハイドフォービアとか クラスフォービアとかですね。いろんなものがありますね。ゼノフォービアとか出てくることありますからね。外国人嫌いとかね。はい。という感じでした。条件をきちんと聞いて、消去法で切っていくっていう、このやり方をきちんと学んでやっていくっていうのが大事になりますね。きちんと場面を思い浮かべて、条件の相違点にきちんと注目して答えを出していくっていうのをぜひぜひ知っておいてください。これをやるだけでもリスニングっていうのがだいぶ楽になりますからね。はい。ということでした。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 本題では始まりました。共通テストリスニング対策講座第3項に行ってみましょうね。今回は第3問を扱います。第3問は問1から問4までの4問です。それぞれの問いについて対話の場面が日本語で書かれています。最初に場面があるわけですね。対話を聞き、問いの答えとして最も適切なものを4つの選択肢1から4の中から1つ選びなさいと。で、問いの英文は書かれていますというふうに書いてあり、で、音声2回流れますとあるんですが、本番の共通テストでは1回しか流れないっていうふうにね、変更されましたので、1回読みでいきますね。それでは見ていきましょう。

はい。では、見てみますね。で、今回は、こういうふうに、夫婦が今夜の夕食について話をしていますっていうふうに、日本語で書いてあるので、まず場面が思い浮かべられますよね。これが重要でしたよね。覚えてますかそう。場面を思い浮かべると、解けなかったぞっていう問題が、解ける、解けるっていうふうにね、変わっていくと言いますので、まあ、コメントでも来てましたけど、そうなんですよ。やっぱりね、場面を浮かべると、いきなりできるようになる人っていっぱいいるんですね。で、まずはい、説問もついてますから、今回ね、ちゃんと見ておきますね。What is the couple going to eat for dinner? ですね。はい、ディナーに何を食べるんだって言ってるわけですね。カップルですね。カップルイ s でもいいし、 ああででももどちらでも構いまません、まあ、夫婦ってまあねここにもう既に書いてありますから、ね、日本語でね夫婦がディナーに何を食べるのかそぎ落とすんでしたね情報っていうのは共通部分を無視する情報をまずそぎ落としてみましょうねそうするとパスタンサラーラスパスタンスープピッツァンサーラーみたいな感じでたくさん載ってるんだけど結局のところはパスタサーラスープ ピッツァの要素しかないですね。こういうふうに選択肢の情報をそぎ落とすはい場面を思い浮かべるとかねえー、こういうの常に意識してくださいではい見てみましょうねなんて言ってたのか Would you or for dinner rather have pizza or pasta for dinner? って言ってます。はいまずはパスタなのかピザなのかを聞いてますね、えー、Would you rather ですね I'd rather とかは有名じゃないですか、えー、I'd rather これをしたいとかっていうのは有名なんですがこういうふうに疑問文で出てきて Would you rather 動詞の原形みたいなのも出てくるのでお気をつけくださいはい。Well, I had a pizza for lunch ね てますねまあ、こういうふうにね、for dinner とかね、for lunch とかね、この for も問われることありますので、一応知っておきますね。ここに、ランチに。Orchid a n pasta、はい。じゃあ、パスタにしよう。そう、ランチでも食ってるから、パスタにしようって言ってますから、パスタが出てこない3と4が消えます。はい、覚えてますね。これもね、消去法を使うってやつですね。大事ですよ、これ。まあ、今回ね、問題が簡単だったけれども、こういった考え方、常に使えるようにしておきましょう。We could have soup with that。ね、それにスープも一緒に飲めるよ。 っってて、いう,うに言 Oh, but the neighbor gave us lots of lettuce and tomatoes from her garden. ですね。はい、ガーデン、庭から取れたね、レタスとトマトをね、いっぱいくれたよ、ネイバーが。だから、So, how about h e salad instead of soup? です、ね、じゃあ、スープじゃなくてサラダはどうっていうね、インステッドオブですね。Sure, that sounds good. って言ってますから、はい、スープじゃなくてサラダが正解ですね、はい、ね、サラダ。 言っちゃいますけどねこれねほんと大変ですね日本人が発音するねサラダスープかサラダがねどっちですかみたいなのを本当にね注文する時によくあることなんですよ日本人もそんなに考えないどうですかスープかサラダかって考えるもんなんですかどっちもみたいな感じの人も結構多いと思うんですけどね日本ではね何かをね注文した後に「スーパーサラダウ,ッダってう、ね、ウェイター」っていうふうにねウェイターウェイトレスに聞かれたりするんでしょうえ,えどういうことって思ったらこうスープかサラダでそれを聞いたね人っていうのがね結構ね「えスーパーサラダなんかすごいサラダっぽいね Yes。 でね答えちゃう。こういう人がよくいるってアメリカに留学したときに言われたで実際自分もこのレストランでねウェイトレスさんに「スーパーサーはウェッダー」って言われて「ああ本当に言われるんだ」って思ったの今でも覚えてますねそれでは次行ってみましょう男性が通行人に話しかけています「Question n <number> o Excuse me could you tell me how to get to the Riverside Hotel from here?」「You can take a taxi or a bus or you can walk there and enjoy the view」 It's not too far. Hmm. It's a nice day, and I need some exercise. I'll do that. で、実際の本番では2回読まれずに1回しか読まれないわけですから、これね、先読みができるかって、あ、そう、先に読むことね。先読みができるかっていうのもね、結構ね、重要なポイントになってくるんですけど、先読みができない人、先にこれを読んでおくことができない人は記憶に頼んなきゃいけないですから、まさにこの状況をイメージするっていうのがすごく大事になってくるんですが、先読みをできる人ですね。もう前の問題結構早く解き終わってて読めるっていうんだったら、やっぱり情報を削ぎ落とすとか、パッと入れるっていうのが大事になりますね。通行人に話しかけてる場面だって言って、What would the man do? で、あ、男性の方が 何をすすするるかかなんですね。What、に注目するとかっていう、ね、結構人多いんですけどそんなことしなくていいですよそうじゃないですこっちですよ選択肢見れば何かすることですよね全部ね疑問心に注目する人なんかないからそうじゃなくてこっちの注目するんですよその時に相違点をちゃんと見ましょうね ask for a ride すごく重要な表現ですねこれライドってあ大丈夫ですねこないだやった遊園地のライ e ではありません車で乗せてってことです ask for 求めるですよね can you give me a ride 車で乗せてってくれるとかってめちゃめちゃよく使う表現ですよ本当にアメリカやっぱ車社会なんで とかね、あとめちゃくちゃよく聞いた表現です。えー、なんで、はい、まず、車、バス、タクシーです。テイクアは同じですから無視しますね。で、walk to the hotel ですね、はい。歩く。車、バス、タクシー、歩きでもうだいぶ違うじゃないですか。で、これが分かってるだけでも全然違うわけです。で、もっと入れられる頭にっていうんだったら、ask for とかね、ホテルとか入れればいいと思いますね。で、見てみますね。excuse me, could you tell me how to get to the r i v e r s i d e Hotel from here? はい、こっからリバーサイドホテルまでどうやって行けばいいの道、尋ねてる場面だと思ってくださいね。やっぱね、道案内っていうのはすごく大事なんですよ。 外国語を学ぶ上で道案内っていうのはもう絶対学ばなきゃいけないっていう風になってるところなので、おさえましょう、こうね。リバーサイドホテル、ここからどうやって行けんのって言ったら、You can take a taxi or bus,、ね、はい、タクシーかバス乗れるよって言って、Or you can walk there and enjoy the view. もしくは歩いていて、ビューを楽しめるよっていうふうに入ってきましたね。タクシーかバスか歩きかっていうふうに言ってきましたよ。It's not too far.、ね、そんな遠くないし。 んー、hmm. it's a nice day. まあ、天気いいんでしょうね。and I need some exercise. エクササイズしなきゃいけない。I'll do that. です、ね、じゃあ、それをしますって言ってるわけですが、そう。need some exercise とかね、えー。天気がいいっていうのがヒントになるわけでしょ。だから答えは、walk. っていう風になりますねまあ一応情報はばらけてますよね Riverside Hotel とかねホテルっていうのもここにあるし Work、Exercise ササとかねこの三つの文で答えが出るっていう風にしてますからね情報が散りばめられるとレベルが上がるっていうのはありますねやっぱりね情報を散りばめるっていうのが一つのポイントでもあるので四技能試験でねだからリーディングでも気をつけてください情報が散りばめられてる時っていうのは正解するのが難しくなる可能性がありますからねでは次いきますね、えー、友達同士が服装について話をしていますだいぶスペシフェックですね Q3 Hi, Jason. You look great in that shirt. Thanks, Mary. I ordered it online. Actually, it didn't look that nice on the website. Then why did you buy it? Because it was 50% off. But now I think it's really nice. Yeah, it is. You got a good buy. はい、向きますね。How does a man feel about the shirt? って言ってるので、はい、男性がどういう風に感じたかですね。怖いのは、この、man と woman をね、引っ掛けてくるやつとかってね、出てきちゃったら厄介でねで。男性と女性がそれぞれ思ってることを言って、引っ掛けのね、選択肢の中に、この女性のね、思ってることを入れるとかっていうのもね、えー、ありえますので、気をつけてください。そういうの結構あるんですよ、試験でね。で、シャ i r についてどう思ってるか。生語問題とかね、英作文気をつけてくださいね。これ、ね、How does a man feel about? っていう風に、How だから feel ですね。Think が出てきている場合は、What とかね、What does the man think about the t

概要そういうイメージを持ってくださいね。で、worth は結構出てくるので、知っておいてください。worth ね。worth ing 有名じゃないですか。London is worth visiting とかってやって、あ後ろに ing を内んですね。o が書けてるよとかっていうのでよく問われるやつなんですけど、結構で名詞を取れるっていうのを忘れちゃう人が多いので気をつけてください。で、今回はその short っていうのがこの価格に値しないっていうやつですね。なんとか is worth a trial とか言ったら、それ試してみる価値があるよとかってね。london is worth a visit って言ったら、それ訪れる価値があるよみたいな。 私で w a s スの後ろに名刺も置けるっていうのは知っておいた方がいいですよここ狙われることがあるので要注意ですはいでは見てみますねはいジェイソン「You look great in that shirt」「Look great」ですねはい似合ってるわけですねそのシャツの中にこう入ってる状況ですねまあそうだねこの Look nice の場合はねオンなんだよねこれね t h e shirt looks nice on you とか、ね、言えるわけですねまあ服とかねまあシューズは無理だろうねシューズはオンくっついてるって感じじゃないから厄介ですよ、ね、ここオンでねここインでね,ここでねここシャツの中に入ってるとかね あるじゃないですか。The girl in white とかね。これも狙われちゃったりしますね。この色だけで言えるってね。ここのね、インとか取られちゃったりするので気をつけてください。で、Thanks, Mary! で、似合ってるよって言って、まだこれいいですね。女性の方が言ってるだけですから。Thanks, m a r r y i ordered it online. ですね。オンラインで注文した。これも英作文で間違えずですね。オンライン、福祉で使えるんですよ。まあ、生後問でで線が引かれることもありますね。Yeah, actually, it didn't look that nice on t h e website. ね。で、実はね,ね、そんなに良くなかったと、ウェブサイトで見たときね。そう、On t h e website ですね、はい。この辺もね、しておいてください。で、Why did you buy it? そうそうですね。なんで買ったんじゃ ?Because it was 50% off.50% o f だったからだよ。そう、安かったから買ったんですね。But、now I think it's、really、nice really すごいいいと思って。Yeah, it is.You そうだよね got a good buy. っていうふうに言ってるわけですが、そうですね。だから、よかったよっていうふうに言ってるわけですよ。だから答えは、He likes it very much.He、ね、wants to buy it. 日本だってそもそも買ってるわけじゃないですか。だから、wants to buy it ってこれから買うことになっちゃうからおかしいですよね。Don't e s look nice on him. ね、まあこれは、It's really nice って言ってるからまあ男性も多分似合ってるとは思ってるんですけどね。It isn't worth the price, いや、yeah,、It's worth the price だと思ってるわけですけ五ね。50%オフでしかも似合ってたわけですからね。You got a good buy ですね。いい買い物をしてね。そう、buy 名刺で使えるんだこれね。アメリカでね、有名なお店、Best Buy っていうのがありますね。電気店ね。はい、では最後、行ってみましょう。友達同士が今見た映画について話をしています。Question No.4 That was a great movie, wasn't it?Well. It wasn't as good as I expected. Really? It was a lot like the book, though. Yeah, that's true. But I didn't like the cast very much. Oh. You didn't? I think all the actors did a great job. はい。What d the two people agree about? せ、二人の人が agree してるやつですね。二人の人が賛同してるものについて答えないといけないんですよ。これ気をつけなきゃいけないですね。一人の人の意見だけじゃダメなんですよ。二人が一致してるところをね、ちゃんと見抜かないといけないですね。まあ、昔のセンター試験のね、リーディングのところにもね、あったりしましたけど、こういうやつね。で、The movie が全部同じですから、はい、無視しますね。で、見てみると、Follow the book ですね。Follow the book っていうのは、え、何これ、ブックについてってるのこれ、歩いてってるのみたいなね、そういう意味ではありませんからね。そうではなくて、 ちゃんと本に従ってる忠実であるっていうことですねまあ、小説が映画になるとかドラマになるとかっていう時にストーリーが変わったりするわけじゃないですかね半沢直樹でもねおしまいですのね方なんかねえ原作にはいなかったのに人気があってね出てくるなんてこともあったりするわけじゃないですか原作に忠実だったよっていうこと本にちゃんと従ってるそしてキャストが良かった Based on the True Story はい本当の話に基づいてるまあ、Based on まで覚えられるんだったりですけど、ねまあ、Be Based on ですねこの on ね好きですよねしょっちゅう失礼されますよね ねはい、ブックよりも良かったですね。はい、これね。ちなみにこういう記号にして記憶に残すタイプですけど。さあ、こうやって情報をそぎ落とすとだいぶ簡単ですね。はい。There was a great movie, w a s ね t あ、そうね。男性ね。イギリス英語で喋ってましたね。There was a great movie, w a s ね t it? とできません。良かったよね。みたいなね,ね。深き文部はね。みたいな感じで覚えておくとやりやすいですね。Well, it wasn't as good as、I、expected ね。ね私が期待してたよりもいいもんじゃなかったよっていう風に言ってます。Really? It was a lot like the book though. A lot like the book t h 本みたいだったよねって言ってるわけですね。あの、どうはだけどっていうね。福のですね。However みたいなね。Yeah, that's true って言って、はい、賛同してます。二人が納得してるのはそう、フォローですね。だ、この言い換えが難しい。やっぱりね、正答率を下げるところで、そう、言い換え表現を見抜くっていうのがむちゃくちゃ大事です。 はい、これがめちゃくちゃ大事になりますのできちんとねこれからはこういうところを意識してリーディングもそうですけどリスニングの問題に取り掛かってください。But I didn't like the cast very m u c h をね出てる人たち好きじゃなかった。Oh, you didn't? そうなの ?I think all the actors did a great job. ね、俳優たち、すごい良かったと思うよって言ってるわけで。2番のキャストに関しては男性は agree ですけど、女性はデ i s a g r e e ですから、はい。これは正解にならないですね。ただこういうのが引っ掛けとして出てくるわけですよ。片っぽしか言ってないとかね。ということで、ついにね、この言い換えを見抜くっていうスーパー重要なのが出てきました。はい。だからね、様々なね、テクニック、場面を思い浮かべる、選択肢の要素を切り落とす、消去法を使う、 複数の情報を照らし合わせる。いいか読を見抜く。はい。こいつら頭に入れといてください。これを考えておくと、後々役立ちますから、難しくなっていくわけじゃないですか。ダイモン5ができません。ダイモン6ができません。今までやったこれらのテクニックを使ってみてください。こういったテクニックを覚えるだけでだいぶ変わってきますから、はい。ぜひぜひ実践してみてください。はい。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 は始まりまりした共通テストリスニング対策講座第4問は1、2、2問ですと話を聞きそれぞれの答えとして最も適切なものを選択肢の力をう選びなさいという音声は1回しか流がりませんので厄介ですね。女の子がペットの猫サクラについて話します。話を聞きその内容を表したいらストーリーから4を聞こえてくる順番に並べなさいという風に、ね、4コマ漫画ですね。これをきちんとストーリー通りに並べなさいという問題になりますね。さあそれでは聞いてみましょう。クエスティ1 Last Saturday When my grandmother opened the front door of our house, our family cat, Sakura, ran out to chase a bird. My grandmother tried to catch her, but Sakura was too fast. My family began looking for her. When it got too dark to see, we gave up our search for the night. We were so sad. I placed food and water outside the door in case Sakura came home. The next morning, I ran to the door to check the food. The food had been eaten, but Sakura wasn't there. Then, suddenly, from behind the bushes, I heard a soft meow. はい、それではいってみますね。動作がいろいろと載っているわけですけれども、はい、全然違うから今回はだいぶ楽だったと思いますね。同じような絵とかになってるとね、えー、って分かりなくなっちゃうんですけどね。えー、ダジャレじゃないですよ。Last Saturday when my grandmother opened the front door of our house、はい、grandma が o p e n the front door of our house って言ってますから、えー、その動作にぴったりなのはこれですよね。 どう見てもね。Our family cat Sakura ran out to chase a bird。鳥を追っかけて外に出てったわけですね。はい、これもぴったりですね。ちょっと鳥は映ってないですけどね。My grandmother tried to catch her, but Sakura was too fast。ね、早すぎ My family began looking for her。family が 探探し始めて look for すすですねはい、これがぴったりですね。When i got too dark to see 暗くなっちゃってもう見えなくなったと。We gave up our search for the night ここに関するものは映ってないですね。We were sad これも映ってないですね。I placed food and water outside the door in case Sakura came home はい、これですね。place 場所って意味だけじゃなくてどうしても置くっていう意味でも使うことがだけですね。で、put と同じように put something どこどこっていう形でこのどこどこっていうのがなきゃダメなんですよ。結構多くの人がですね、ただただ置くってい意味で使えると思って 場所っていうまあ複式だったり全地区なんかを置く必要がありますね。今回も outside the door っていうふうになってますね。はい。in case こうするといけないからとかこれに備えてってやつですね。はい。桜が戻ってくるのに備えて。はい。ということで。The next morning I ran to the door to check the food ですね。はい。フードをチェックしに行ったと、次の朝。The food had been eaten ですね。はい。もう食べられちゃってなかったよと言ってるんですね。 S But s wasn't there.、Sakura、はいなかった Then suddenly, 突然 from behind the bushes.、はい、っていうのがこうね。まさにこれですね。これね。I heard a soft meow. Meow がこれですね。といった感じで、えー、きちんとね、動作に当てはまるものをね、見つけてやれば大丈夫です。答えに関係ある場所をちゃんと聞き抜くっていうのがね、大事です。答えに関係ない情報もたくさん出てきましたよね。その中からまさにスキャニングですね。関係ある情報を聞き抜くこと。そして状況と 音を合わせる日本語訳を通さずに合わせるっていうね力が問われてるわけですよそしてこのストーリーチェックのやつね場面の転換とかはねとっても大事になるわけじゃないですかでだからスピーキングテストでよく出てくるわけですよ英検とかでもねまあ、この問題は結構できた人が多かったんじゃないかなと思います。 はい続いていきます。あなたは海岸インターンシップで旅行代理店の手伝いをしています。インターンシップね、私もね、ビザ発行の代理店でやってましたけど、ツアーの料金についての説明を聞き、下の表の4つの空欄20から23に当てはめるのに最も適切なものを5つの選択肢からこのうちから1つずつ選びなさいと。選択肢は2回以上使っても構いません。そうですね、2回以上使えますからね。同じものを使ってもいいんですからね。はい、これが表ですね。まあ、こういう表をね、一瞬で理解するというのもすごく大事になりますよね。This is the list of outdoor tours that we offer. I haven't filled in the price column yet, so could you help me complete it? The prices depend on how long each tour is. The price is $70 for tours up to one hour and $100 for tours over 60 minutes up to 90 minutes. We charge $50 for each additional hour over 90 minutes. はい、どうだったでしょう表とかね、こういうのが出てくるわけですよ。ここに書かれた情報と音声ですね、聞こえてきた音声を照らし合わせるっていうのが大事になってくるわけです。まあ、どの4技能試験もね、この聞く力と読む力とか、書く力と読む力とか、書く力と聞く力とか、そういうのをね、混ぜて聞きたいんですよ。ね、その方がリアルライフっていうか、音声聞くだけなんてことないわけじゃないですか。見て聞いてとかですね、見て喋ってとか、ね、いろんな状況があるので、そういうのをやりたいわけです。そしてなんと言ってっも数字 ですね。本当に、本当に共通テスト好きですから、はい、こういったものに慣れていかなきゃいけません。This is the list of outdoor tours that we offer. ですね。私がオファーするアウトドアツアーのリストと。はい、I haven't filled in the price column yet、ね。まだプライスのコラム、これですね。 この間ね、うちのホームページね、デザインしてくれてる友達が、カラムって言ってて、ホームページもう一個カラム増やした方がいいんじゃないえ、何カラムって思って、あ、コラムのことか。ね、カラムって英語みたいに言うんだなって思ったんですけど、Could you help me complete it? ですね。はい、help 人原型なんていうのができたりしますね。はい、complete it. ね、finish ですね。これを終わらせるのを手伝ってくんないってですね。Complete、まあ、にはね、記入するっていうね、Fill out the form, complete the form とかね、そういう意味でも出てきますね。はい、the prices depend on how long each t o r is. ね はい、プライスっていうのはこれ次第、ね、どのぐらいの長さかツアーがって言ってます、はい。まだ全然ね、前置きで答えに関するヒント出てきてない。さあ、ここからです。1>, The price is 1時間までは70ドルですよと言ってます、はい。60 minutes までは70ドルですというふうに言ってますね。ということで20番が2っていうのがわかるんですね。70ドル。 まあここ関係ないですけど、ここもそうなんでしょうね。で、and one dollars hundred for tours over sixty minutes up to ninety minutes。はい。六十から九十までは百ドルですよ。というふうに言ってますね。え、だから八十分っていうのはこの枠に入りますから百ですね。二十一は百ドルになる。だから三が正解ですね。 で、問題は次です。そう。ここが引っ掛けたかったものなんですよ。はい。120 minutes なわけですよね。答え出さなきゃいけないのは。次が、we charge 50 dollars for each additional hour over 90 minutes. ね。はい。90分を超えるものの、追加の1時間ごとに50ドルが加わりますと言ってるわけです。だから、90から150の間はいくらになりますかプラスで1時間で。 そうそうそうプラス50ほら足し算ですよ。ねまた計算させて150となるのでだから答えは4番です。これ厄介ですよ気をつけてね。ということは150を超えて210分までだったらいくらですかそうそうそう200ですよね200ドルになる。で210から270だったら250で250。 270より多くて3三百3十0百三十でね百三十までだったら300ドルっていう風になるわけですねだからここ300ドルなんでしょうねっていう風になるわけですねややこしいですよ本当にもうね私も数字苦手な方ですからこういうのねすぐにできるかって言われたらなかなか大変じゃないですか こっち邪いですかね。はい <laughs>。はい、といった形だったわけですね。いや、めんどくさいですね。だから、きちんとメモをこういうふうにね、取っておかないと、なんだこれ、イーチアディショナアワーって何なんだって思ってしまうとなかなか解けない問題だったわけですね。そうです。こういったメモ書きね、これも、えー、ぜひいろんなね、模試とかやってる中で練習しておいてください。 やっぱね、この表現さ、すごいめんどくさいですよね、このね、Charge、これ請求するって意味ですね。で、50ドルで50ドル請求するよって,って、For each additional hour っていうので、Additional ね、追加のですね、Extra とかと同じですけど、その1時間加わるごとに、毎にって言われるから、なんかね、1時間ぴったりだとね、思っちゃう人もいるんですけど、そうじゃないんですよ。まさに、このこっからここまでっていう範囲だっていうふうにね、分かれば正解を選べるんですけど、いやー、これ初見じゃなかなか難しいですよねあ。なんか言わないですよね。ここ60ミリ セクティワンミニッツでしょっていうふうになんか位置付けてくださいとかってね位置時間ないでくださいねうちのこの教材チェックするネイティブもねこれやってうわ何あーって言われるだからこれ1回で聞いて答えるのってかなり大変なんでそうだから表とかを見て自分が一体何をしなきゃいけないのかっていうのを分かっておく必要があるわけですよどんな図表が出るかも分かんないし出てきた時にきちんとそれに対応できる力をつけておくっていうのが大事になると思いますねそして何といっても計算数字に弱い人は 不利、計算しなきゃいけないんだ、目も取んなきゃいけないんだ、一体どんな図表なんだろうっていうのね、そういったことを意識しながら解いていくことをお勧すすめします。はい、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 おでは始まりました。共通テスト、リスニング対策講座。えー、ダイヤモン B は問い1の一番と。四人の説明を聞き、等にお答えとして最も適切なものを選択中から1つ選びなさい目元の下の表を使っても構いません。1回流しますという形で、ということは、表を使いながらやってくださいよっていうことです。はい、状況はありますので、はい、まず状況をファン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 と思い浮かべてください。あなたは大学に入学した後に住むための寮を選んでいます。はい、ドミトリーですね。ドーム。えー、量を選ぶにあたり、あなたが考えている条件は以下の通りです。まあ、状況はね、浮かぶといいんですけどね、私自身はアメリカ留学している時に、ケビンのね、寮によく言 ってたんんでで場面が浮かぶわけなんですよだからトフルとか受けててもねその寮の場面がよく出てくるんですけどすごいよく浮かぶケビンがしょっちゅうビデオゲームズやってたんでねすっごい汚い言葉ねいっぱい彼が入ってたんで「ダイ,ダイとかねはい聞いたことないよね「アースモンキーとかね「アースモンキーなんて聞いたことないわそんな表現とかねいうのいっぱい聞きましたけどはい条件がありますこれが重要ですね同じ寮の人たちと交流できる共用スペースがあるこれがカマンスペースなんでしょうね A のねで B 各部屋にバスルームがある これがプライバルバスツルームですね、まあ。トイレというか、トイレと、まあ、シャワーとかね、ついてる。そういったやつがバスツルームですね。で、個室であるとインディビジュアルルームですね。そう、だからこの ABC がちゃんとこれ対応してるわけですね。だから分かりやすい、えー。先輩4人が自分の住んでいる寮について説明するのを聞き、上の条件に最も合う寮を4つの選択肢からのうの。力1つ選びなさい。ですねアダムスハウとケネディ・ハウ、ネルソン・ハウ、ワシントン・ハウ。なんかネルソンだけ過去の大統領じゃないですね。では始めます。Question No.1 1. You'd love Adams Hall. It's got a big recreation room and we have parties there every weekend. You can also concentrate on your studies because everyone gets their own room. The bathrooms are shared though. 2. I recommend Kennedy Hall. All the rooms are shared and the common area is huge. So we always spend time there playing board games. There's a bathroom in every room, which is another thing I like about my hall. 3. I live in Nelson Hall. There are private rooms, but only for the seniors. So you'll be given a shared room with no bathroom. My favorite place is the common kitchen. We enjoy sharing recipes from different countries with each other. Four. You should come to Washington Hall. The large living room allows you to spend a great amount of time with your friends. Each room has a bathroom. Some rooms are for individual students, and if you apply in advance, you will surely get one of those. はい、どうだったでしょうかきちんとね、条件を満たしているものをさばいていけば確実に正解できる問題でしたね。はい、<music> まず一人目ですね。なんかすごい日本語だまりでしたね。You'd love Adam's Hall みたいな感じでしたね。It's got a big recreation room. はい、recreation room ですね、まあ。アメリカのだったら recreation room って、あの、ビリヤードね、pool って言いますけど、アメリカでは。っていうのがあったりとか、あとは、food spa. テーブルサッカーっていうかこういうやつですね。ドイツ語から来てますけどね。こういうのが置いてあったりする。そういうイメージですよね。だからまあ共有スペースがありますね。だから、コモンスペースはチェックね。あー、そっか、日本だとこのチェックってなんか罰みたいに見えますけど、アメリカではこれ OK って意味ですからね。 We have parties there every weekend. です、ね、まあ、これ、recreation room っていうのがわかんなくても、パーティーやってますからね。あ,あ共有スペースだなってわかりますね。パーティー一人だったら噛みちいよね。で、you can also concentrate on your, なんか、concentrate ンンって言ってましたよね。concentrate on your studies ね。あ、これね、結構重要表現ですよ。 Your studies とかねこの本当に英作文で使えない多くの人が。Your study って書いちゃったり、concentrate on study って書く人が結構多いんですけど、そうです。こういうふうに one's studies っていう形で使いますからね。Because everyone gets their own room. はい、i v a t e room があるんですね。Their own room と書いてあるから、individual room check。いけそう The bathrooms 残念無念また来年ですね。バー r ィルムズはシェアされてるんだけどね。って、However みたいなそうですね。はい、ということで B がダメ。チェック、バツチェックということで、はい、アダムスハール脱落です。<music> え続いて 2つ目に行ってみましょうね。さっきはチェックパーツ。チェックですね。はい、I recommend Kennedy Hall. All the rooms are shared. はい、さよなら。す <laughs> べてのルームはシェアされていますと言ってますので、はい、もうこの時点でバスですね。もう全然これでいいですよ。答えに関係あるところさえ聞ければいいんですよ。スキャニングです。それさえできれば、もうあとは、はい、全然答えだ。あれば、ヘンツってやってればいいんですよ、それで。ね、the common area is huge.Common area はありますね。まあ、一応授業ですからやっておきます。はい、チェック。 So we always spend time there playing board games. ボードゲーム何モノポリーとか言ってるんですかねス pend 時間、うん、で間がちょっと there っていうの入ってますけど、ス pend 時間 ING の形でね。There is a bathroom in every room.、はい、バス room はありますよ。every room にって言ってるので、プ、は、ラ、い、イ e b a バス room はあるっていうことで、はい。チェッ c チェックバスですね。Which is another thing I like about my house? バス room が every room にあるということですね。ことがこれ、ウィッチさせてるもの。 私のホールで好きな、別のことですって言ってるで。はい。ということで、二つ目も脱落ということですね。はい、三つ目に行きますね。I live in Nelson Hall.There are private rooms. はい、private rooms. で、あ、よっしゃ、これでいけるかなと思ったら、but only for the seniors なんですよ、これ。四年生にだけだって言ってるわけなんでえ、だからこれダメです。だって、ここの話聞いてる人はこれから入る人ですから、freshman に向けてですからね。 一年生です。あ、知ってますか一年生はフレッシュマン。二年生はソフ m ーマー。三年生はジュニア。四年生は i ニアですからね。これ間違いないね。なんか日本だとフレッシュマンって働く人に使うらしいですけど、ね、新入社員に使うらしいですけど、違いますからね。そのね。ニューレクルートとかの意味はありませんので。で、フレッシュマンが一年。で、ソフ m ーマーって結構知らない人が多いんですけど、モアってついてるから覚えやすいんですけど、ソフ m ーマーが二年でしょ。で、三年、ジュニア、ジュニアって聞くとなんか下みたいなイメージになるんですけど、三年ですからね。 で、senior ですね。まあ、5年目の人はね、5 t y year senior s なんて言ったりもしますけどね。それで、5 t y year senior s って聞いたことあるんで、それ調べてみたら、ネットで Wikipedia ではなんか、super senior って言うんだね。なるほどね。So, you'll be given a shared room with no bathroom っていうことで、はい、shared room で、えー、bathroom もないっていうことで、でも、バツバツのオンパレードやもんですねで。My favorite place is a common kitchen ですね。はい、common kitchen のあると。 We enjoy sharing recipes from different countries with each other. Each other is a have already read it. The fourth You should come to Washington Hall. The large living room allows you to spend a great amount of time with your friends. ということではい、large living room があると、で、allow people to ですね、こうさせてくれるよって言って、すごい時間を友達とね、過ごせるようにしてくれるって言ってるから、はい、チェック。Each room has a bathroom、はい、Each room が Bathroom あります、チェック。Some rooms are for individual students、はい、individual students のための部屋があるよ。And if you apply in advance, if apply 申し込む、in advance、あらかじめ前もって、You will surely get one of those、ね、はい、この部屋のうちの1個は、ゲットできますよ っって言って言ますからはい、でこれれがクリアされていいいますねはい、ということとで4番が正解ということになりますねはい,こういうふうに条件をきちんと照らし合わせるね。メモ書きが大事になってきますから、この辺のこともきちんと押さえておきましょう。さらにね、さまざまな言い換えが出てきてるよね。ほら、rooms are for individual students とか、ね、individual room とは言ってないですよね。これも each room has a bathroom, a private bathroom。さまざまな言い換えが使われていましたよね。 そう、こういうやはり言い換え表現にも注目してやっていくっていうのは大事になるわけですよ。ね、きちんと聞いた情報と目の前にこのね、見ている情報と聞いている情報を照らし合わせながら答えを絞っていく。ね、だからほら、消去法って言ったじゃないですか。もうだから今までやってきたことをちゃんと身につけてますかそう、こういったことを意識しながらどん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 やっていくんですよ。はい、次はね、まあ最難関と言われる第5問もやっていきますが、今までののを復習しておいてね、やり方を知っておいた上で戦ってみてください。はい、この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 ほうで始まりました。共通テスト対策講座、リスニング、さあ、有用、最大の難所と言われる第5問に行ってみたいと思いますね。はい、第5問は、問1、A から C と問2の2問と、攻撃機器、それぞれの問いの答えとして、最も適切なものを選択肢のうちから一つ選びなさい。教教と問い読む時間。約60秒がたられたらと、音声が流れます。一回流します。ということなんですが、まあ、60秒ね、重要ですので、これをね、うまく利用して、書かれている情報を読み取るっていうのが大事だと思いますね。はい、状況は、あなたアメリカの大学で、技術革命と職業の関わりについて、ワークシート、メモを取りながら、

Will have a major impact on jobs. By 2020, 2 million jobs will be gained in the so called STEM fields that is, science, technology, engineering, and mathematics. At the same time, 7 million other jobs will be lost. This kind of thing has happened before. Jobs were lost in the 19th century when mass production started. With the Industrial Revolution, machines replaced physical labor, but mental labor, like sales jobs, was generated. Today, many people doing physical labor are worried that robots will take over their roles and that they will lose their current jobs. This time, the development of AI may even eliminate some jobs requiring mental labor as well. Actually, we know that robots are already taking away blue collar factory jobs in the US. Moreover, because of AI, skilled white collar workers or intellectual workers are also at high risk. For example, bank clerks are losing their jobs because computer programs now enable automatic banking services. Even news writers are in danger of losing their jobs as AI advances enough. To do routine tasks such as producing simple news reports. As I mentioned earlier, 7 million jobs will be lost by 2020. Two thirds of those losses will be office jobs. Since most office jobs are done by women, they will be particularly affected by this change. What's more, fewer women are working in the STEM fields, so they will benefit less. はいどうだったでしょうか長いですし速くなってますよねスピード自体もねなんで非常に困ったなっていう人も多いと思いますがこのやっぱり最初の1分間でどれだけきちんと準備ができるかっていうのが大事になりますねまず見てみますね, the of ね、はい、テクノロジカルチェンジの影響ですね で、そのテクノロジカルチェンジっていうものは、例えばどんなものがあるかって言ったら、アーティフィシャルインテリジェンス、AI だったりとか、ロボティクス、ジェネティクス、エッセラーという風うに書いてありますので、人工知能だったりとかね、ロボティクスとか、ジェネティクスね、この遺伝学とかねで、by 2020年、2020年までにテクノロジカルチェンジによって、number of jobs が増えたのと減ったのがあると。で、プラスとマイナスを計算するといくつになるかってことですね。で、それが選択肢なわけじゃないですか、遠い1の。 っていいう,うに書いてあるので、左側は全部プラスなんですよで右側は全部マイナスですから、まあ計算式ですね。めんどくさいですね。で、さらに、でも初見殺しだった理由がこの表です,、ね、labor created or ですね。こういった仕事をクリエイトされたのか、それとも取ってかれちゃったのか、取って代わられちゃったのかってやつでそれ何言って言ったら 19th century、まず19世紀、19世紀はマシンが作ったのか取り替えたのかを考えると、それがメンタル・レイバー、フィジカル・レイバー、あんまメンタル・レイバーっていう言葉は使わないんですけど でも出てきましたよね、本文中ね。専門用語的なもんでしょうかね。体を使う仕事と頭を使う仕事ですね。それを生み出したのか、奪っていったのかですね、マシンが。だからここが、マシンズ・クリエイ t e d なのか、マシンズ・ p プ a イ e d なのかを、ね、選ぶんですね。で、それが、メンタルーー・ p イ y s フィジカルーー・ a イ o r そうだから、文になってんですよ、これ、ある意味ね。これがまず分かんないじゃないですか、意味が。現在だったら、ロボッ s が r e リプ m e n メンタル・レイバーか、フィジカル・レイバーって、そういうことです。そういうメモ書きなんですよ、これ。だから現在は、AI が r e replace したのか、クリエイトしたのか。こんな 矢印がさ文を表すなんて分かんないっすよ本番はこんな分かりにくい表は出ないと思いますよだからそこは安心して大丈夫だと思いますだネイティブスイッカー聞いてみたもこういう風うに表すメモ書きするときにいやしないってこんなメモ取るやついないって言ってましたからそうだから安心してくださいクリエイト入れンのリプレイスイレンのメンタルレイバーなのフィジカルレイバーなのっていうのを選ぶとで次は講義の内容と一致するものを選びなさいという内容一致問題ですね全員さんに置いも で、こういうのはなるべく先に見ておいた方がいいですね。最初が Machines are beginning to replace physical labor with the help of robots ね。ロボットのヘルプを受けてマシ c がフィジカルレイバーの代わりをし始めているよって言ってます。 えー、フィジカルレイバーなんか昔から変わってるでしょうもうって思いますけど。次は、メインリーブルーカラーワーカーズ will be affected by the coming technological changes。はい、主にブルーカラーの人たちですね。ブルーカラーっていうのは肉体労働。カラーって色じゃないですよ。カラーって襟のことですからですね青色のカラーしてる人っていうので、肉体労働者のことを表すんですね。で、その逆がまあ4のワイカラーですね。ワイカラーっていうのは、ワイシャッシャー着てる人。ここ白じゃないですかそっから着てるわけですよ。あ、私今、襟がないや。 で、はい、肉体労働者の人たちがテクノロジカルチェンジに影響を受けます。次が2、two thirds of the number of women。数字が出てますね。女性ですね、これはね。 で次は、white collar workers may lose their present jobs また仕事を失うっていう話が出てますね。because of AI development、ね、AI が出てきたことによって失っちゃう。そうこういうのをきちんと選択肢て記憶できる訓練っていうのをしておいてくださいですねえ。マシンがロボットの力を借りてですね、どん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 フィジカルレイバー奪っちゃってきてるよ。ブルーカラーの人たちがテクノロジカルチェンジによってですね、やばい影響を受けちゃってるよ。3分の2の女性が仕事を失っちゃう AI が発展してきてるからホワイトカラーの人たちですねオフィスワーカーの人たちとかも仕事を失っちゃうよってこういう風にはい記憶に入れましたで記憶に残すためにはですね選択肢の違いをまずきちんと理解してそして映像化となるべく頭の中にね肉体労働の人とか女性とかオフィスワーカーの人たちをこう頭の中に入れてくださいそうやって聞いていきましょうでは見ていきます ですね。what kind of career career でね。これね。キャリアじゃないですかね。what kind of career are you thinking about now？どういう仕事を考えている？今、research products development in artificial intelligence robotics genetics and other technologies will have a major impact on jobs。I have an impact on ですから、影響を与えると仕事にいいですね。で、artificial intelligence ai の発展とかロボティックスとかジェネティクスとか他のテクノロジーっていうのが発展してきて、それが仕事に影響を与えるよ。っていう風に研究は research、ね。 名刺だっていうのもやりましたね。そういう風に要件してると。で、Boy2020、はい、来ました。2020年、ここでしょ俺も、もう、うん ピカッとピカッと手ですね。耳をグワッと傾けてください。2>, 2 million jobs will be gained in the so-called STEM fields.That is, t h a つまりっていう意味ですね。Technology, Engineering and Mathematics。こういった、まあ、理系的分野のところですね。この STEM っていうのも結構出てきますからね、入試問題で。2>, 2 million jobs がゲットされるってきてるから、gain が2 million です。 で、ね、メモるんですよ。だから、ね、メモをするっていうのもやりましたね。で、at the same time、はい、同時に、7 million other jobs will be lost っていう風に失われると書いてありますよ。ということで、7 million と来ているので、計算すればですね、はい、plus or 2 million。はい、minus は7 million ですから、計算すれば、minus 5 million ですね。ということで、答えは、 4という形になるわけですね答えに関係あるとこうきちんと聞き抜きましたこれが大事になるわけです計算自体は簡単ですからねここは取れてほしい問題です次 This kind of thing has happened before. ですね。前にも起こったはい 19th century いきました ここ来てビキンって耳をカーンとダンボにしてください。When mass production started with the industrial liberation, はい、産業革命によってですね、大量生産ができるようになったと。で、machines replaced physical labor, はい、machine が physical labor を replaced としましたと言ってますね、physical labor, machine が replaced physical labor ですね。ここが2、4ってできました。But mental labor like sales jobs was generated. だから肉体労働の仕事は機械がやってくれたんだけれども今度は売るっていうね仕事が出てきたよって言ってるわけですよはい The mental labor っていうのがジェネレートされた Create と Generate の言い換えほら言い換えは大事だってやったでしょ っていう風に、はい、ここは2、4、1になりますね。で、today, many people, はい、today 来たから、はい、またピキンってなってくださいね。あ,あ、today 来たぞって思ってください。Many people doing physical labor are worried that physical labor やってると心配してるよ。r o b o t s will take over their roles.take over それを奪っちゃうわけですこうーーよ。take over しちゃうんですね。ーーすね their roles 逆割るよ。and that they will lose their current jobs. はい、現在ある仕事を失っちゃうんじゃないのって言ってるわけです。physical labor の人たち心配してる physical labor が奪われちゃうよ っって言って言るわけです、ロボットにで、これが文の形をしているってことが分かれば全然難しくないじゃないですかこれね、まあ、もちろん聞き取れてるっていうのが前提ですけどねこれも表が表しているのが何なんだって思っちゃうから難しいわけですよ This time the development of AI はい AI 出てきました even eliminate はい eliminate 排除する動画性ですね Some jobs are recording mental labor as well as well なんとかもって to TOR to, to, と同じですからね Mental labor を必要とするものも AI が奪ってしまう replace ですね でででこここががいうう形れすそ答えに関係ある箇所をきちんと聞き抜くことができましたかそしてねちゃんとでこの言い換えねやっぱり重要じゃな g e ジェネレ t トとかクリエイトになってたりとか o ー e とかエリミネイトとかねこういった表現が言い換えになってるってことにちゃんと聞きつけたかどうかっていうのがポイントだったわけですね はい、続いて内第4問題でしたね。Actually, we know that robots are already taking away blue-collar factory jobs in the US. はい、ロボット、ブルー -collar jobs っていうのはすでに奪っていってるんだ。工場の仕事。だからまあ、2のね、mainly blue-collar workers が影響を受けるっていうのもね、もうだってすでに影響を受けてるんでしょ。moreover, because of AI, AI が原因で、skilled white-collar workers, skilled ね、これ重要ですよ。これ、トイックとかよく出てきますけど、skillful とかと同じようにね、そのスキルがある、ね、white-collar workers、ハウィスワーカーの人たち、or intellectual workers はい言い換えてますね、o わで。賢い人たち。AI が発達してるからね、そういった人たちまでも仕事を失っちゃうかもしれないってことね。だからこいつが読んだってわかるんですけど、まあそれがわかんなくても後ろに具体例入れてくれてますから大丈夫です。For example? バンクラークスは、ね、銀行の人たちっていうのが仕事を失っちゃってる。コンピュータープログラムっていうのがオートマティックの、まあ、ATM とか、ね、もうだって人の力入れない。この間も支払いに行った時に別にあこの機械でできますからって言ってねただただ通されただけでしたし。<laughs> Even news writers are in danger of losing their jobs。ニュースを書く人もですね、職を失う危険にさらされてるよってですね。はい、これめちゃめちゃ重要。Be in danger of、ね。こういうのよくね、こうする危険にさらされてるっていう時にね、英作文でよくね、news writers are dangerous とかってね。はい、ニュースライターの人たちは危険な人たちでやるみたいでね、そういう風に英作文書いちゃう人がすごく多いので気をつけです。Be in danger of ね。仕事をしないそうだよ。As AI advances enough、はい、AI が進歩している、こうするのに十分なぐらい、enough to do routine tasks。はい、いつもやるタスクができる。Such as producing simple news reports。 ポーね、シンプルなニュースリポーツ。今、ちょっとあんまり日本だと知られてないかもしれないですけど、アメリカでももうねスポーツニュースとか、もうただただ点数とかねチーム名打ち込んで、バーンっ,つって AI があとは勝手に出すっていうふうに、ね、やってますからね。で天気予報とかもそうです。もう書く必要ないんですよ、ね。だからもうシンプルなやつ、天気予報とかスポーツのニュースとかっていうのはもう書かなくていいわけですよ。機械がやってますから。はい、ということで4が正解。4がここの部分だって分かっていれば、正解を選ぶことができるわけだったんですよ。 mainly blue-collar workers だけじゃないわけですよ。b l u e c o l l r だけじゃなくて w h i t e c o l l r の人にも影響があるんですよ。ね、だからにはおかしい。As I mentioned earlier、ね、言ったように、seven million jobs will be lost by 2020、ね、2020年までに700万のね、仕事が失われる。Two thirds of those losses will be office jobs、ね、それはオフィスジョブであると。そう、オフィスジョブであって別に女性とは限らないですからさ、もうおかしいですね。はい、the two thirds っていうね、数字は出てきてるんですけど引っかからないように気をつけてください。Since most office jobs are done by women、 ほとんどのものて入ってるだけで全部を女性がやってるわけではないですからね。で、They will be particularly affected, 特に影響を受けるよう、by this change、この変化によって。 What's more、はいさらに、fewer women are working in the STEM f i e l d s <music> s o they will benefit less from the growth in those fields. ねこの STEM fields っていうのがどん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 発達していくと、この分野では女性は少ないと、女性は科学とかね、得意じゃないなんていうふうによく言われるじゃないですか。あ、このトピックよく出てきますよ、入試でね。STEM field s ね、女性っていうのが活躍しない、どうやったら女性をもっと活躍させることができるかっていうのは結構長文の品質トピックです。そうだから最後の段落のトピックは女性に関するものだったんですが、答えに関係あるところはこにもなかったですね。 そう段落ってね結構この、ね、読み手は段落ごとにだいぶスペースを置いてくれてたんでトピックがちゃんと変わってるわけですよ。まあ、ここだったらブルカラーじゃなくてホワイトカラーまで奪われちゃうんだよ。特に女性が影響を受けちゃうんだよこれでねっていうふうにトピックちゃんと変わってますよね。ででまあそうですいつの時代もね失っていく職業と新たに生まれてくる職業っていうのがあったりするわけですよ。このね AI とかロボットに職業が奪われるっていうトピックもすごくよくね入手では出てくるんですけどもでもいつの時代もそうなんですよ。江戸東京博物館っていうのがね東京にはあるんですけどもそこ行くとよく分かりますよ。 だから本書いたりとかもさ絵書いたりとかもいちいち手でやってたのがねもう今全然いらないわけじゃないですか何かを作るものもね手で作ってたものが、ね、こう織物とかもさ全然今機械でやってるわけだしさいかに機械化されたかっていうのはねそこに行ってねよくわかったかといって仕事がなくなってるわけではないじゃないですかだから新たなものっていうのもやっぱ生まれてくるんだなっていうのは非常に実感しましたね。<music> はい、それでは第2問いってみましょうね、えー。第2問は、講義の続きを聞きと、下の図から読み取れる情報と講義全体からどのようなことが言えるか、最も適切なものを選びなさいという形で、また情報の照らし合わせですね。ここね、結構時間あるんです。さっきのところ、パッ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 と答えを出すことができれば、ここのね、表とこの選択肢を読む時間ありますから、まずは読んでみてください。Let's take a look at the graph of future job changes.Complex manual workers. Like cooks and farmers, are different from routine workers in factories and offices. Creative workers include artists and inventors. So, what can we learn from all this? はい、ね、ほ本当で4技能試験でやらしたいんだろうね、これをね、図表の読み取りとかね、はい、大事にしてますからね。ほぼほぼだってさ、喋ってることだか関係ないじゃんで、ここの表から言えることで導き出しゃいいんだけど、まあ、ただね、ちゃんとしたヒントがあるので、そこを聞き取りますね。Let's take a look at the graph of the future job change.Future job change の、はい、グラフを見てみましょう。Complex manual workers.complex はい、manual workers. ここですね。これが、Like cooks and farmers.、ね、はい、農業の人、料理する人ですね。あ、クックスですかね。えクッカーってよくね、作文でま 書いてる人違いますからね。<laughs> クックですよ。o Routine different f r m r o workers and factories and offices っていう形で routine workers っていうのは、factory や office の人たちだっていうのはわかりますね。Creative workers include artists and inventors.Creative work っていうのが、artists と i n v e n t ors であると。So, what can we learn from all this?、ね、これから言えるのは何でしょうって言って、はいこの3つのカテゴリーの定義が出てきたわけですね。で、見てみます。そうすると、Complex Manual Work っていうのが、

19%から18%ですね。2030 estimates と書いてるから予測になってるわけですね。見積もりですから。はい、減ってると。で、routine work は factories and offices ですね。それが減ると。そして、creative work ね。アーティストとかインベンターの仕事は増えるんだって言ってます。まあ確かにね、本当にアートってめちゃめちゃ重要ですよ。YouTube やってからよくわかる。サムネとかさ、画角とかさ、めちゃめちゃアーティスティックなものって大事だなってね、すごい今思うんですけどね。はい、まず1個目が。complex manual work will be Thanks to the technological ね、テクノロジカルエボリューションによって complex manual work が自動化される complex manual work は減った。 減ってるけど、たったの1%ですね。ね、料理する人はもう機械がやるとか、そういうことなんでしょうけど、た、1%ですからね。減ってるの。2番。クリエイティブワークを必要とするけれども、STEM fields は増えない。いや、最初の講義で STEM fields は増えるって言ってたし、STEM fields とクリエイティブワークのつながりはよくわかんない。前半部分は前に出てた講義と合ってないし、後半部分はつながりがよくわからない。クリエイティブワーク自体も増えてるしね。 3つ目、メン,タルワークメンタルワークが一番減ってる。オフィスワーカーズたちは確かにメンタルなジョブだったとは言えるでしょうけど、ファクトリーズの方はねフィジカルだからね。であ、これ減ってるって一言で言えないじゃんね、これね。で、さらには頭を使うアーティストとかインベントーリーっていうのもメンタルな仕事でしょ。だからメンタルな仕事が増えてるから、だから3は明らかに矛盾してますね。で、not all physical work will be replaced by robots and AI. 全てのフィジカル・ワークっていうのがロボットによって取って代わられるわけじゃないよクックスやファーマーズの仕事が全部取って代わられてないじゃないですか残ってますよねだいぶ残ってますよねだからこいつでしょ 体を使ってやるやつっていうのは全てが取ってかられるっていうわけではないっていうのを見ればわかりますね。そう、だから一応、complex manner work の内容っていうのが、ああ、クックスやファーマーズだっていうのがわかれば、すぐに4が当てはまるなっていうのがね、出るんですけどね。まあ、not all ね、部分否定ね、重要です。はい、こういうふうに、えー、なにこれ言えんのそんなのわかんないよってね、推測させるってやつね。図表を読み取らせるっていうのも難しいし、そこから導き出せることは何かっていうのも非常に難しいんですよ。こういうのね、慣れてない人がすごく多いんで、結構やかりだと思いますね。こういうの訓練したいんですっていうんだったら、 ティープのリーディングにはこういうのが出てきますからそこから読み取れるのは一体何かとかですねそこから結論付けられるのは何ですかとかいう推測させる問題が出てきますのでぜひそれらを、ね、見てみるっていうのもいいかもしれませんね数値があって大変データを読み取らなければいけないさらにはそこにあることから言えるのは一体何なんだっていうのをね出さなければいけないさらにはインテグレイテッド覚えてますね聞く情報と見る情報っていうのの照らし合わせがあるっていうので難しくなるわけですよだから聞くくだけじゃなくて他の力っていうの のが実はすごく大事になってくるっていうのが共通テストのリスニングですで、それでさらに1回しか読まれないから非常に難しく感じるんですだから重要なのはきちんとまず最初に与えられた時間で何が書かれているのか一体何をしなければいけないのかっていうのを読み取ることですそう情報処理がとっても大事になるんですよそれができるようにならないと共通テストのリスニングは 非常に難しくなる。ただ、この思考調査よりも分かりやすくしてくれるとは思ってますよ。もっと初見で自分が何をしなきゃいけないのかっていうのは分かりやすくしてくれると私自身は期待してますけどね。はい。といったね、意識をあまり持ってなかった人はね、こういったことを考えながら問題に取り組んでみてください。はい。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 はい。それでは共通テスト、リスニング対策講座最終項行ってみましょうね。第6問になりますね。で、第6問なんですけども、まず最初に読んでいきますが、これね、すぐに音声流れちゃいますので、本番ね、先に読む時間とか与えられないので、なるべく第5問ね、えー、終わらせた後、先にね、説問選択肢見ておくようにしておいてください。第6問 A は、問1、2の2問ですと、2人の対話を聞き、それぞれの問いの答え,の答えとして、最も適切なものを4つの選択肢、1から4のうちから1つずつ選びなさい、問いの英文は書かれています。1回流しますということです、えー。まず状況がありますね。2人の大学生がゲーム、ビデオゲーム、

I've heard that before. And not only that, those games divide everything into good and evil, like humans versus aliens or monsters. The real world is not so black and white. Yeah, we are killing dragons, but we learn how to build up teamwork with other players online. Building up teamwork is different in real life. Maybe, but still, we can learn a lot about how to work together. Well, I'll join you when you have a game that'll help us finish our homework. はい。では、見ていきますね。説問は簡単なんですよ。どちらも、What is Friend's Main Point?What is Yuki's Main Point? とか言ってあるので、メインポイントなんで、そう、全体が分かればいいので、細かいところが分からなくてもメインポイントさえつかめればいいから、だから先に読む時間を与えなくてもいいんじゃないのっていう問題だと思ってください。どっちでも解けるようにしておきましょう。で、ただし、説問選択肢の見方やりましたよね。そこを見ていくんでます。まず最初のフレットの方は、ビデオゲームズっていう、集合全部同じですね。じゃ無視しましょう。ここね、ぶったります。その後、Do not improve upper body function っていうですね。はい。 上半,ですねえー、上半身のこの機能っていうのをよくしてくれないよって言ってます。次が Do not represent the actual world. はい実世界っていうのを表していない次がビデオゲームセインカルチャー自己利己ライフスタイルとか言ってあるので自己利己でしょうねこれねもう自己中です次がヘルプエクステンダブルイマジネーションイマジネーションを広げるっていうのを手伝ってくれるです、ね、ヘルプは年老の元気後ろに取ることができますね一から三はマイナスのことを言ってて四だけプラスのことを言ってますね続いてユキですネセサリーティオディスティングリッシュライトフロントランビデオゲームですねビデオゲームスディスティビですねえとビを区別するではいライトウロンですねはい正しい 間違ってるっていうの,のを区別をすることが大事だって言います。うの、はい、をスマーすることが大事だって言います。と言うのスマートフォンるとが大のをースマートフォンにするってことが大事だって言います。と言うをスマートフォンにすることが大事だって言います。と言うのをスマートフォンにすることが大事だってます。と言、ねね、うのを言うのを言うのをのを言うのを言うのを言す、ね、ビデオゲームしてるを言うのを言うのを言うのを言動ののを言うのを言のを言うのうのを言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 うの はいそういったものになってますねではきちんと概要をつかんでいきましょう細かいところでもなくがっつりと概要をきちんとつかみましょうってやつですではいきます are you playing the right thing song again on your phone Yuki? またそれ電話でやってんのみたいなやつ、yeah, wrong with playing video games Fred 何 video games やっちゃいけないの Nothing I know it's fun え、何も悪くねえよ。楽しいの知ってるし。みたいなね。It enhances hand-eye coordination.I get that. 知ってるよ。わかってるってゲットですね。hand-eye coordination、ね。手と目をこうね、強調させて動かすわけじゃないですか。そんなのって思うかもしれないですけどね。いや、すごい人はめちゃめちゃすごいですよ。私ゲーム配信めちゃめちゃ YouTube でよく見るから。テトリスとかね、ぷよぷよとか <laughs>、ってなりますからね。マリオメーカーとかもそうですけど。で、ちなみにそうですね。ビデオゲームスはめちゃくちゃ出てくるわけじゃないですか。入試の絵作文でも。なんで、えもしね、これビデオゲームズ賛成側で書きたい人 ハンドアイコーディネーションっていうのが非常に使いやすいです。Yours and it's too violent.Violent すぎ Viol promotes anti-social behavior. 反社会的だってなんか違った意味を持っちゃいますけど、反社会的な行動っていうのを促進するんでしょう。I've heard that before. 聞いたことあるよ。いやーずわーっつってね、倒しちゃうからね、実生活でもズバーってやっちゃうとかってよく言われますよね。And not only that, そんだけじゃなくて、 これはいも重要ですね人間 vs. alien, 人間 vs. monster みたいなねそんな風にしちゃうよ The real world is not so black and white あー出てきましたねそうですこいつですねほら言い換え表現ね実世界っていうのはそんなに black and white 白黒はっきりしてるもんじゃないよ英語で black and white って言いますねはいだからそう2番ですねビデオゲーム do not represent the actual world 実際のものを表してないよっていう言い換えが見抜けました Yeah, we're killing dragons, but we learn how to build up teamwork with other players online. Hi online dihoka はい、これが3番の1回ですね。Develop corporative skills ね。はい、一緒に協力するっていうのが正解になるわけです。あオンラインね、福祉で使ってくださいね。また、KOC とかでね、よく使われますね。で、次、Building up teamwork is different in real life. はい、これもそうですね。これ Different in real life って言ってるから、Fred はやっぱり y o ル r w o r とは違うんでゲームはつってるわけでしょ。で、次は Maybe そうかもね。But still, それでもやはり、We can learn a lot about how to work together. です、ね、一緒にどうやって協力するかっていうことについて、多くのことを学べ だからヒントが2箇所あるので分かりやすい。Well, I'll join you when you have a game that'll help us finish our homework.Homework、ね、終わるのに役立つようなゲームがあったらね一緒にやるよみたいなこと言ってすごい皮肉で喋ってますね。フレッドはもうゲーム反対側、雪はゲーム賛成側だったっていうのが分かりますね。どちらで解けました全体像を聞いて後から解けるのか、それともちゃんと先に読んでおいて言い換え表現を見抜いた方がいいっていうのね。自分がどちらに合うのかね。実践問題集とか。 通して本番前に試しておいてください。 はい。それでは次に行きましょうね。第6問 B は、問い1、2の2問です。英語を聞き、それぞれの問いの答えとして、最も適切なものの選択肢のうちから1つを選びなさい。1回流します。はい、状況。プロフェッサー・ジョンソンがゲーム、ビデオゲームズについて講演した後、質疑応答の時間が取られています。司会マデレイターが、マデレイター調節する人ですね。が、聴衆からの質問を受け付けています。と、b ル l l と Karen が発言します。と言っています。で、最初が4人のうち、ゲームに反対の立場で意見を述べている人を一応のうちからべて選びなさい。はい、反対の人は誰か。続いて、プロフェッサー・ジョンソンの意見を支持する図をよ つののの選選択肢かから4のうち一つ選びなさいいこれやっっぱねね何を図表が表がしてるのかってる、ね、瞬時に理解できるよは始めます。q u e s t i o n s one a n d two Thank you for your presentation, Professor Johnson. You spoke about how one boy improved his focus and attention through video games. Right! Playing video games can make people less distracted. Furthermore, Virtual reality games have been known to have positive effects on mental health. Okay, now it's time to ask our audience for their comments. Anyone? Yes, you, sir. Hi, I'm Bill. All my friends love video games, but I think they make too clear a distinction between allies and enemies. You know, us versus them. I'm afraid gaming can contribute to violent crimes. Do you agree? Actually, research suggests otherwise. Many studies have denied the direct link between gaming and violence. They have? I'm not convinced. Don't make video games responsible for everything. In fact, as I said, doctors are succeeding in treating patients with mental issues using virtual reality games. Anyone else? Yes, please. Hello, can you hear me? Okay, good. I'm Karen from Detroit. So, how about esports? What are esports, Karen? They're video game competitions. My cousin made a bunch of money playing esports in Germany. They're often held in large stadiums with spectators and judges and big awards like a real sport. In fact, the Olympics may include esports as a new event. Esports, Professor? Uh huh. There are even professional leagues similar to Major League Baseball. Well, esports businesses are growing. However, esports players may suffer from health problems. I see. That's something to consider. But right now, let's hear from another person. はい、どうだったでしょうか見ておきましょうね。ジョンソンさんのですね、この支持するものっていうのを見ていくんですが、まず最初が Number of Olympic Events と書いてあるので、オリンピックのイベントの数っていうのが、年とともに増えてってるよって言ってますね。ちょっと2020年行われなかったですけどね。300以上あったんですね。次は2個目が、Top 5 Country Selling Games ですね。はい、ゲームが売られてる国。c ャイナ圧倒的ですね。やっぱりまあ人口も多いですし、やってる人もめちゃくちゃ多いですからね。で、US、Japan、Jamani、u n i t Kingdom となってるわけですね。で、次は Attention Level。ゲームをしてない Non Players の人の方が高いんですね。Players している人よりもはい、集中力が高く出るってことなんですねで次は Mental Health Patients、ねはい、精神の病を抱えている精神の健康状態に何かしら問題を抱えている人が Virtual Reality Game Treatment って言ってなんかバーチャルリアリティのゲームやったら数が減りましたよっていう風になってるわけですねで Professor Johnson の意見をサポートするものですねさあ一体どれかっていうわけですねまあこの辺もやっぱり t i p っていう試験にね似てますねはいでは見ていきましょう Thank you for your presentation Professor Johnson You spoke about how one boy improved his フォーカス and attention to video games ね。ある少年がフォーカス attention を高めたわけインプーブですよ。improve です。ビデオゲームズだからこの3は矛盾してますね。で、しかもプロフェッサージョンソンいいとこ言ってますからね。ゲームのね。もうだから4もおかしいんだろうなっていうのが分かります。で、right playing video games can make people less distracted to 様を上がれないようになると、fathmore e r さらに virtual reality games have been known to have positive effects on mental health。メンタルヘルスにもいいって言ってますね。はい、そうですよ。だからこいつ。 4だろうっていうのがわかりますね。これまあ他にもヒントが出てましたけどね。Okay, now it's time to ask our audience for their comment.

アティなこと言ってますねはいで1のベオは正解です あとは、current moderator ですね。Bill がマイナスのことを言うと、Professor Johnson が、Actually, research suggests otherwise. はい、逆の方向を示している。other は他の wise は方向ですね。だから、マイナスとは逆の方向、プラスの方向を示してましたよって言ってます。m i n i s t e r i e s have denied the direct link between gaming and violence. はい、ゲームと violence のリンクですね。直接的なつながりっていうのを否定してると、Allies 仲間とエネミーっていうののの区別っていうのをはっきりね、つけすぎちゃってるから、もう悪いやつは 打ちの場所はいいってね。そういう風になっちゃうんじゃないの、ね、だからバイオレントになるんじゃないのねえ、まあね、自分の正義を振りかざして、誹謗中傷してくる人なんかいっぱいいますからね。で、はい、研究が否定してる。they have? って言ってますね。はい、many studies have denied、ね、it n convinced ですねはい、納得してません。don't make video games responsible for everything. ゲームに全ての責任を押し付けんじゃねえ。ですみません。はい、responsible for。重要ですね、これもね。 In fact, just,、uh, as I said, 言ったように doctors are succeeding in treating patients with mental issues using virtual reality g a m e s ほら出てきた。あ、succeed in ING ですね。なんとかするのに成功する。はい、メンタル意識を持っている人たちを治療するのに成功した。バーチャルリアリティゲームを通してって言ってるから、やっぱり4は合ってますよね、これね。Anyone else?Yes, please.Hello? ははい、今度はラに出てきます、Hello? Can you hear me? どんどんってこマイク叩いてましたね。Okay, good. I'm Karen. Sir,、so, how about e-sports? はい、e-sports what?What are e-sports, Karen?They're video game competitions. コンペティション、コンペとか、ゴルフコンペとかっていうやつですね。はい、そういうゲームのね、競技であると。My cousin made a bunch of money playing e-sports in Germany.A bunch of, よく使う表現ですね。たくさんってやつです。A bunch of time とかね。Bunch of people とか。めちゃくちゃよく使いましたね。ほぼ毎日のように聞いた表現ですね、アメリカで,で。めっちゃ金稼いでるって言ってますね。Make money ね。まあそうです。すごいお金動きますしね。自分自身も毎日 スポーツを見てますから面白いんです。で、オリンピックのスポーツを見ています。オリンピ本物のスポーツを見ています。オリンピックは E スポーツを見ていですね。ね オリンピックで覚えてておいいくださいねこれも A 作文でこのザッと S のためだけに何度もバッツしなきゃいけないんで e スポーツ、プロフェッサーあは、これもサンフランシスコにいた時の先生が絶対で言う表現でしたね、毎日。There are even professional leagues.Professional leagues are you similar to Major League Baseball.MLB みたいに。Well, e スポーツ businesses are g r o w i n g どん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 でかくなっていってる。However, e スポーツ players may suffer from health problems. そうですね、これゲームに、ね、反対する人目が悪くなるとかね、ずっと座ったまんまで腰が悪くなるとか、そういうので書くと書きやすいです。 Something to consider. じゃあそれちょっと考えなきゃいけないね。But right now, let's hear from starts to feed out 音が鳴らなくなって、Another person って言って、はい、マデレーター、司会者はどっちの立場も取ってないし。で、Karen も e スポーツについて言ってるだけで、ゲームに賛成、反対の立場は述べてないですね。はい、ということで、明らかに反対していたのは Bill だけでした。はい、こういう風うにね、賛成の立場とか反対の立場っていうのは、リスニングだけじゃなくてリーディングでも非常に役立ちますから、あることに対して賛成の立場なのそれとも反対の立場なの肯定的なの、否定的なのっていうね、 交代率の立場を考えながら聞いたり読んだりしていくと物事が非常に分かりやすいってことはあるので知っておくといいでしょうさらにリスニングはリーディングと違ってですね話し方によっても肯定的なのか否定的なのかっていうのが分かるときがありますからこういった情報もきちんとキャッチするようにしておいてくださいはい第6話まですべてやってまいりましたどうだったでしょうかさまざまな解き方を解説しましたから是非復習して本番に臨んでくださいこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします